レイヤーソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。さあどの戦いを積むか、あなたは負けることはない。私は信じています。悪要求にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い、動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？12球の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、ハリエスのシオンよ。我が体温あるし、アリエスのシオン。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな。幻よ。何？わしがなぜ日時計に点火させたと思う？お前たちの命などあの日時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさま佐賀たちを追うのじゃ。戦うつもりか？どうこ、老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、老師。お前は死竜。老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。このシリ、全力でお前を倒す。ファイト。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって、一体何をする気だ？もちろん戦うな。正義のために。何の？クロタイルの子供ども。たかがザコといえども、これ以上ちょろつかれるのも目障り。前から先に葬ってやる。みんなのご老報を動くことのないように言い置いたはず。自分の目をしてなぜ動いたのじゃ。なぜとか。老師、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機の時、なぜ私たちブロイズをのけものになさるのですか。すべてはアテナのご意志じゃ。名ばかりのヒヨックセイントが。どうしよう、前にこれ好きのことざまな感じはでき。ただそれを交流させる。我が一撃を。仮にもセイントを名乗る者がこの程度、それとも同社に泣きついてクロスを恵んでもらったのか。何だと。これ好きに。私を
何も許さん。この程度のことで何を驚いた。私はセイントたちを滑る教皇だったのに、ブロンズのお前など片手でも十分すぎるほどだ。みんなどうこの弟子よ。このシリュー墓がはいと目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする。もちろん戦うのだ、正義のために。イガさん、イガさん、仮にもセイントを名乗る者がこの程度、それともどうこに泣きついてクロスを恵んでもらったのか。何だと。それはともかく嬉しい。イガさん、たかが雑魚といえども、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやる。それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのように、皆さん、なぜ私たちの運動を獣になさるのですか。全てはアテナのご意志。この名ばかりのひよっこセイントが老子を前にして、皆さん様なら敵はできる。皆さんの大爆風をも逆流させる我が一撃を。小僧、皆さん、この程度のことで何を驚いて。私はセイントたちを滑る教皇だったのだ。ブロンズのお前など片手でも十分すぎるものだ。みんな、その程度で竜の鱗は剥がせん。修行を一からやり直さねば。聞け、飛竜よ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュー。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く視界へ送ってくれるわ。しおいよ、わしがなぜ243年間も五老峰の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ、どうこの体から立ち上るこのコスモは。何、どうこの皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。どうこ243年ぶりに
ライブラのクロス装着。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソフェサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。死ぬよ。早々にムーの後を追い、敵を蹴散らせ。行くぞシオン。ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけよう。ファイト。ああ、死ねろ。これで全て対等だ。243年前と同じようだ。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。食らえ、ノーコ。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いぞ、シオン。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。マイケル死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじい行動。あの老いぼれから救われた者とは。どうしたどうこ。若返ったのは見てくれだけだ。ミナ、イソペサメノスが聞いて呆れるわ。自ら消滅を望むか。しよう。ファイト。まだまだ戦いはこれからじゃぞ。しよう。このままワンマンと大きにするわけにはいかん。これ好き。本当にシオンと対等になったのか試してやるぞ。クロエ投稿。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いぞ、シオン。どうした、どうこ。243。ファイト。ロタエルの子供ども。これで全て対等だ。243年前と同じように。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。くらえ、どうこ。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いぞ、シオン。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。今一度死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじい困難の。さっきまで老いぼれから振ってられたものとは。ただそれも世紀に満ちたコスマ紛れもない。今のお前はあの若き日のゴールドセイント、ライブラの同行。みんな、イソペサメノスが聞いて呆れるわ。
243。ファイト。なあ、これで全てが入っている。243年前と同じようだ。いいだろう。うちの方が帰ってこちらも心置きなく殺せるというものだ。ただこれが言ってる。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。喰らえ瞳子。若返ったわしの力を。アナドラの方が良いぞシオン。どうした瞳子、若返ったのは見てくれだけか。慌てるでない。破壊はこれくらいだ。これも言うぞ。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと辛い。今一度死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじいこと。ロファエルが小僧ども、あの老いぼれから発せられたものとは。行くぞ瞳子。ここからは全員。ようやく決着がついたのシオン。243年ぶりの戦いは応えるのう。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれは瞳子が若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえ瞳子。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシとシオンのコスモが